じゃあこっち側やってみようかな。でちょっと置きます。で次は圧をかけて汚れを剥いできます。固く絞ったタオルで拭いてベタつき感みたいなのがね一気に取っちゃいますから、この目に沿った黒い詰まり汚れみたいなのがね取れてきますね。から拭きしていきます。一回養生テープを剥がしてみようと思います。ほらこれはだいぶ違うでしょう。前回の動画ではこの車の樹脂部分、レザー部分をきれいにしました。そのきれいにした部分をそのままにせず、今回は別の部分も軽く掃除しながらコーティングをかけていこうと思います。ゼロドロップス、カーメイトのダッシュボードクリーナー、スパシャンのインテリアコート。インテリアコートは最初不自然なぐらい強いツヤが出ると、20分か30分ぐらいちょっと時間を置いてから拭き上げるとそのギラつき感が少し弱くなって綺麗になるという感じですかね。全部3つともこの樹脂類に使える溶剤なんですが、感触がすげえソフトだったシュワラスターのゼロウォーターゼロドロップ、これはねウッドパネルとかその辺に使おうかなと思います。このカーメイトのダッシュボードクリーナー、溶剤が液状ではなくてクリーム状なので、プラス割とスパシャンのインテリアコートよりもちょっと弱めな感じがしたんで、ツヤがしっかりコーティングしたいんで、今回は、インテリアコート、そんな感じでやってみようと思います。グレーの樹脂、ウッドパネル、ベージュの樹脂、そしてシート、インテリアコートで。インテリアコートで。インテリアコートでいっちゃおうと思います。特にね、樹脂類だったりとかレザーにいいと思うんですが、すごいギラつきます。ね、映像からも急にギラついたのがわかると思います。特にハンドル周りをおすすめです。少し時間を置いてから空拭きをするとサラッサラでとても気持ちいい感じになります。
さあ、ダッシュボードもテカテカになりました。ガラスクリーナー使おうと思う。コーティングを施工してシートもテッカテカになってます。この油分をきれいに空拭きでさっと取っていきます。あ、空拭きするとギラつきがなくなって落ち着いたツヤ感、これ悪くないかもしれないですね。サラサラです。油っぽいベタつきも全然ない。このオイリーっぽいところとそうじゃないところ、こういうところもね、馴染ませるように。こういう感じ。あ、変なギラつきは全くなくなったな。これでコーティングになってるのか。でもちょっとツヤはあるからな。どのくらい持つのかわからないけど、そんなにすごく長持ちしそうな感じは正直ないけど、でもすごい綺麗になってるのがわかります。こうやってシートにコーティングするの初めてだからあんまよくわかんないんですけど、まあコーティングなんでね、レザーの保護にはとてもいいんでね、一回やっておく感じです。各素材パーツごとに汚れを落として、そして一気にコーティングをかけると。よっしゃー。もうね、インテリアコートの油のベタつき感は全くないです。塗った時よりもだいぶ落ち着く感じになるんですね。 OK、フィニッシュ。今回は車内のコーティングを施工してみました。前回のスパクリ、レザー部分と樹脂部分の汚れを落とした後にカーメイトのダッシュボードクリーナーをかけ、ウッドパネルやコンソール周りはこのゼロシリーズを使い、内窓はこのソナックスの洗剤を使い、車内全体はスパさんのインテリアコートを使いました。ありがとうございます。レールカーサービスです。はい、お世話になっております。そうです。あ、かしこまりました。もしもし。1時間ぐらい回すんですよ。で、終わったらちょっと窓開けないと。明日何時ぐらいに。何時ぐらいが逆に。あ、逆に何時ぐらいがいいです。そうですね、夕方ぐらいがいいかもしれないです。何時ぐらいですかね。そしたら4時に出ていただいて。了解しました。あ、じゃあ明日16時にお伺いします。はい、キャンペーンをやってみちゃったもので。はいはい、あ、ありがとうございます。はい。いや、もうこれやりたいなと思って。ぜひぜひお待ちしてます。明日よろしくお願いします。はい、すいません。ちなみにあれ、オイルってどうなったんですか？何もやってないです、まだ。あ、本当ですか？はい。了解です。ごめんなさい。なんかすげえ。やべえ、超覚えててくれたんですね。いや、覚えてない。ずっと話してたんですけど。すいません、ありがとうございます。ちょっと明日またお話できればと思います。すいません、エリアさんがまた好きになっちゃいました。